当初この改修工事が、始まるときに、何と言いますか、私と妻もそうでしたし、それから娘たちも両方とも最初からその、改修した後のところに、当時は長女と次女2人ですけれども、部屋を設けないという考えを持っていました。理由としては、まあ、いずれは、この家から出ていくであろう、まあ、実際に1人はもうその前に結婚しているわけですけれども、娘たちの部屋をそこに用意すること自体が、ある意味無駄になるという考えからです。次女が別々に住んでいるというのを公表しなかったということでありましょうが、これはやはり当初しなかったのは、まず非常にどこに住んでいるかというのはプライベートなことになります。この家のどこに誰が住んでいるということは、そもそも公表、もともと公表していないことですね。そしてもう一つは、やはり、セキュリティ上の、こともありますので、そういうことから、公表しなかったわけです。結婚については、もしいずれ娘が、結婚のことについて、話をしてきたときには、彼女の、考えをよく聞いて、そしてまた、こちらの思うところも、伝えるというような感じで話し合っていければというふうに思っています。助言されていることや話し合われていることはありますでしょうか。それは結婚について、特にあり、今はありません。卒業後の進路は、やはり何て言うんでしょう、卒業して例えば大学に行きますと、行くという時にやはり本人が何をしたいかということがやはり一番大事なんだと思います。で、そういうことができるような場所に行ってくれたらいいんではないかなというふうに私は思います。